はい、皆さんこんにちは、キックスラップクルーのシンです。さあ本日なんですけれども、数たくさんのハウツー動画を出してきた僕ですら、今回はちょっと難易度が高いなぁと感じたスニーカーのハウツーをしていきたいと思います。さあそのスニーカーというのがこちら、ナイキとサカイのコラボレーション LD ワッフルになります。特徴はこの四角いブロックのたくさんついたアウトソール、この特殊な形状にどのようにして貼り付けていくのか、ここがポイントになります。ポイントというのは大きく分けて3つあります。1つ目は Q 部分はあらかじめ大きめに取って後ほど微調整をする。2つ目はブロックの角に切り込みを入れる。そして3つ目は熱当てを2段階に分けてする。この3つがポイントとなります。特に今回のような LD ワッフル、ここの2部分に関しては Air Max 1のようにミッドソールが直接ないため、今回こちらの LD ワッフルではポイントの1つ目にある2部分はあらかじめ大きく取り後ほど微調節するというポイントがあるので、型取りのところでも特に意識をして見ていただければと思います。それでは施工を始める前に道具を説明していきましょう。まずはソールプラス1セット、ボールペン、ハサミ、アルコール綿、タオル、ヒートガンです。それではまずはじめに注目の型取りやっていきたいと思います。2部分に貼り付けるためにもフィルムの面積が必要になるので、大きく型を取りましょう。フォアからヒールにかけては1センチから 1.5 センチの余白があるといいと思います。普通に置いただけだとトゥーやヒールは浮いてしまうので、上から押さえつけるようにしてください。はい、では型取りが終わったので次に切り抜きをしていきましょう。はい、切り取りが終わりました。このような形になります。注目のつま先はですね、このようになってます。それではアルコール綿を使って拭いていきたいと思います。ブロックとブロックの間もしっかり拭きましょう。少ない接地面積を有効に使うために入念に拭いていってください。アルコールを飛ばすためにヒートガンで軽く熱を当ててあげましょう。はい、アルコール綿で拭き終わりました。次はフィルムを乗せていきたいと思います。では次に切り込みを入れていきたいと思います。ここでは2部分をあらかじめ大きく取り後で微調節するというところと、ブロックの角に切り込みを入れる、このポイントの2つを注意しながら進めていきたいと思います。ブロックの角一つ一つに切り込みを入れます。ブロックのない部分はそれまで入れていた切り込みと同じ感覚で進めていってください。2部分では2つあるブロックの中央に切り込みを入れます。フィルムを形に沿って貼り付けていき、折り目などに切り込みを入れてあげましょう。この部分は何度も見直して施工の時イメージができるようにしておいてください。はい、なかなか難しい切り込みだったとは思うんですけれども、いかがでしょうか。それでは次にミッドソールに貼り付けをしていきたいと思います。ミッドソールも重要な接着面積です。なるべくフィルム同士が重なるようにしながら進めていってください。
トゥ部分です。ポイントの一つ目にあった微調整をこのタイミングですることをお勧めします。はい、今ミッドソールの貼り付け終わったんですけど、だいぶ細かいですね。この時点で多少フィルムが浮いたりする分には、次の熱当ての際にフィルムを柔らかくするので、今の段階では問題ありません。では次に熱当てに行きたいと思うんですけれども、ここで3つ目のポイント、熱当ては2段階に分けるということを思い出したいと思います。先ほど申し上げたように、1度目の熱当てでフィルムを柔らかくし、この特徴的なブロックのアウトソールの形にまず沿わせてあげてください。その次にしっかりと熱を当てフィルムを固定するような意識でやっていきたいと思います。1度目の熱当てでフィルムが柔らかくなったら、しっかりブロックに沿わせるようにタオルや指を使ってフィルムを押し当ててください。その後にしっかりと固定をするように2度目の熱当てをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。ここではフィルムの形状や様子の変化に注目して見ていってください。1度目の熱当てでフィルムが柔らかくなっているのが分かりますでしょうか。形状を整えて2度目の熱当てでバッチリ固定してあげましょう。ブロック一つ一つに押し当てることも忘れないようにしてください。ミッドソールの熱当てもお忘れなく。接着面積の少ないモデルには重要な箇所です。熱当ての目安は小さな気泡、プツプツしだしたら熱当てをやめ圧着をしてください。はい、熱当てが終わりました。熱当てを2回に分けることでより密着してフィルムを貼ることができます。それでは最後に滑り止めを貼っていきたいと思います。滑り止めも接着面積が小さいので、最適なところに貼った後軽く熱を当てて形をなじませてあげてください。ヒールでは外側にはみ出すように貼り、余った部分を切り取ります。フォアと同じように軽く熱を当ててなじませてあげましょう。
はい、ということで全ての施工が終了しました。まあ、かなり難しかった部分はあって、正直エアマックス95の時ぐらい僕は苦戦をしました。それでは完成したものを見ていきましょう。どうぞ。まあしっかりね、今回は晴れたんじゃないかなとは思います。まあこの LD ワッフルですね、この削れやすい、いかにも削れやすいであろうこの形、まあアウトソール守りたいなと考えてらっしゃる方はぜひ多いと思うので、ちょっと難しいですけど、勇気のある人はぜひトライしてみてください。はい、ということで本日はナイキと堺のコラボレーションモデル LD ワッフルにソールプラスを貼り付けていきました。他にもですね、キックスラップの YouTube チャンネルには別のモデルの How to use ソールプラス、そして最近どんどん出ている新作のプロダクトレビューなどなど動画をどんどんアップしていきますので、そちらもチェックよろしくお願いします。もちろんチャンネル登録も忘れなく。本日の動画が良かったと思う方は高評価ボタンのタップをよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。キックスラップクルーのシンでした。バイバイ。頑張った。